集合しました、今日は、ヘブンアーティストの東京2020オンライン公演の撮影です。さよなら。バックします。すごいですね。あの、それ研究会だった。なので、まあ、あの、好きなようにセッティングしてもらえればこちらか。そして皆さんからも元気を、いろんな形で、エール、応援を送って、次の、明日、元気な明日を迎えられるように、そんな気持ちを込めて演奏したいと思います。どうぞ聴いてください。Thank you.
OK です。はい、最初のえ、ちょっとめっちゃ面白かった。今日は、こちら東京芸術劇場で、配信の撮影をさせていただきました。大変な皆さんに頑張ってほしくて、一生懸命演奏しました。皆さんこんにちは。無事にですね、撮影の方、ヘブンアーティストのですね、イベントの方の撮影無事終了しました。魂込めて吹きましたので、皆様ぜひご覧ください。ありがとうございました。もうこういうね、今こんな時ですけど、演奏する機会をいただけて本当に嬉しかったです。皆さん見てください。いやー、いいホールでしたねっていうのは嘘ですけど、いい感じに撮れたんじゃないかと思っております。まあ、楽器がちょっとなんか一箇所いきなり撮れてびっくりして。撮れたとこ映ってるかな。映ってるかもしれない。ポロンってなんか消しカスが、消しカスじゃない、練り消しみたいなのがポンって多分落ちたのも映ってる可能性あるんでまあそこも面白い部分なので見てください。お疲れ様でした久々に、ちょっと人前ではないんですけれども、こうやって公の場で演奏できて、そして、オリジナルの曲も演奏できて、この曲は去年のアートにエールをという、東京都の、企画があったんですけども、その時に、作った、僕のオリジナル曲です。そして久々にね、ヘブンの橋本芽さんと会って久々にダメ出しももらいましたんでチキショーと思って頑張って展開してやるぞっていう感じで、でも嬉しかったんですよね。橋本さんだけじゃなくていろんな、関係者の人とかこうやってまた、外に向かって発信していけるっていうのはすごく、嬉しいと思います。ぜひ動画の方を見てください。よろしくお願いします。